オッケー、外に来いということだな。行ってやろうじゃないか。トレバー、連絡は元気か？聞こえるか、トレバー。トレバー、いないね。おい、なんでまた敵が出てきてるじゃないか。また来てるじゃないか。てめえら、 T 連絡が。やっぱなんだかんないって T のこと好きなんすね。え？あ、トレバーが死んじゃったのか。あーってことは早くトレバーを助けに行かなきゃいけないんだ。そういうことか。よし。よし、トレバー、お前を二度と殺しはしない。オッケー。もう二度とお前を殺させない、トレバー。よし、行くぜ。愛し合った二人じゃないか。ちょっとね、このやばいやばい、このやばい、ちょっと何やってんの、何やってんの。トレバー、連絡しやがれ。はい。あー、これはね、練習ということでね、普通に流してください。ダメだなー、なんかね、押したくないボタン押しちゃってるな。俺の愛人取れば助けに行くぜ。なんでね、こうちょっと押し込みが勝手に入っちゃうんだな。言い訳じゃないんだけどね、勝手に押し込まれてしまうんだな。お前早く連絡呼ぼうぜ。心配させんじゃねえよ俺を。よーし、ほら来た。それは連絡を。あっといたか、このチンコ野郎。問題は何だったんだ。ディックってチンコね。嘘すんなよ。よーし、FIB チームが来たぜ。チンコは通常の100円だったら言わないですけどね、あんまり。ダークな100円なんで、チンコをバンバン出していきます。そうっすよ、ディックってチンコする。知っていたかな皆さん、勉強になったでしょうか。よし、クリアだ。よし、クリアになったぜ。アウトサイド、外に行け。あれ、みんなどこ行った。ああ、いたいたいた、こうか。いいっす。グラセフに下ネタなくして何を語るんだと。そういうことだぜ。分かったかお前ら。ちなみにまあチンコの逆といえばもちろんあれなんですけど、それは英語でプッシーと言いますね。覚えておきましょう。知っていたかな。だ、お、いいね、こいつがあるね。えーす、いいね。このクソ野郎ども、殺す、ぶち殺す。車いらない。ちょっと待って。だからそのプッシーっていう言葉も、まあ女性のあそこねって意味があるんですけど、こうなんか弱虫に向かっても言うんすよ。このプシー野郎とか言って。そういうのバンバン使っていきましょうか。あとね、意地悪なことするやつに Your Dick とかね、言うんですよ。だからプッシーとディック野郎使っていきましょう。 You Pussy って言うんですよ、英語でね。
来たー。こいつはもうこれだ。あー早かったな。あやばい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 。お、あれ、あヘリ落ちた。おっしゃー、味方だったわけじゃないよねあれね。これでいいっす。You are dick、 ぜひ使いましょう。このディック野郎、このクソ野郎が。ほら俺に。よし、いいぞ。みんな、メインセットドアで会おうぜ。ただ悲しいのがね、ディックっていう名前のやつもいるから、その名前ついたら嫌だね。OK。どうだ、俺。次は何だ？ここで待つのか？倒しに来るか？いいね。とりあえずまだ始まったばっかりだぜ。昔の友達に会いに行かないと、あのクソ野郎どもがな。静かにやるんだよ。いや、パーティーみたいにやろうぜ。スティーブ・ヘインズ、デイブ・ノートン。デイブ・ノートンは生かしとかないと。あいつらは何とかすんだ。トライアットは？あ、それもあるな。ストレッチは？あいつ、こいつら誰でも殺したいんだよ。とりあえず、ディヴィン・ウェスタン、スティーブ・ヘインズをぶっ殺そうぜ。行こうぜ。レスターも連絡してくれ。誰だこれは？電話すんじゃねえ。俺だよ、俺。あ、生きてんのか。ははは。携帯を盗まれたのかと思って。今、スピーカーフォンだ。マイクいるか？もう一人もいる。あ、話すために電話したの？違うんだ、仕事があるんだよ。どこにいるか調べてくれ。うん、頑張ります。スティーブ・ヘインズから始めよう。デブン・ウェスタンもね。ウェイチングもだ。W-E-I-C-H-E-N-G。ウェイチング、ウェイチングだ。フランクの友達、ストレッチもね。ストレッチか。あいつの名前はハラルド・ジョセフさ。ヘインズは、あ、デルペロピアにいるな。オッケー、ショットガン。あの野郎、最初私からぶっ殺したかったんだぜ。ハロルド・ジョセフの携帯からも連絡があるな。 BJ スミスリクリエーションセンターにある。よし、あいつ俺が行く。わかった、ありがとう。俺はタオチングのクレジットカードがパシフィックブラフで使われたな。よし、あいつをぶっ殺しに行くぜ。ウェスタンの場所が分かったらまた後で連絡するぜ。オッケー、行くぜ。ぶち殺すぜ。あ、3人に変えられるんですね。じゃあとりあえず俺がミスターチェング倒していくか。チェン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 。あ、アサインされたターゲットを殺すぜ。あ、1回しか倒すチャンスはないからな。オッケー、これやろうぜ。ぶち殺す。朝飯前ね。朝飯前の仕事だ。人をぶっ殺すことなんでね。今コメントがありましたね。ニコ生でね。気持ち悪いって英語でなんて言うんですかと。Sick。Sick です。Sick。You make me sick。お前は俺を気持ち悪くさせるみたいな。吐き気がするぜ。てめえからは。って感じですな。さあ、ディックを殺しに行くか。さあね。おっと、電話だ。ラマーだ。なんだ。よし、ラマー。最高だったぜ。仲間のことは任せてくれ。助けたかったんだよ。Michael and Trevor too. We great. You a real homie, and I love you, dog. お前は最高だぜ。この仕事が
もうちょっとで終わんのか？もうちょっとだ。いいね。You creeping on some fools, huh? Alright, nigga, we'll handle your candle. Lay low, my nigga. いや、まだ買えないで。俺はもうこれでいくわ。これでね、チンチャングを殺しに行くんですよ。チンチャングをね。ほら、運転もちょっとな。ダークな百円に乗り移ると、トレバーが乗り移ると、運転が上手くなるんです。チング、よくも、てめえ、俺に迷惑かけやがって、ぶち殺す。だチェン、I'm gonna come kill you, bastard! いや、なんか英語で言おうと思ったけどもねえな。ネタがねえな。よし、ミスター・チャング。首を洗って待ってろよ。バスタードって意味は、なんかね、このクソ野郎。このクソ野郎みたいな。ああ、ちょっと待って。The old man's here. He's leaving the beast club. I'm gonna do it now. あれ？あ、こいつ殺し行けんのか。あれ、殺せばよかったんだよな。あそこで速攻撃って。失敗したな。撃っちゃけばよかったな。あれ？撃てないじゃん。あれ？こいつらを、待って、武器選べないんだけど、なんで？ああ、こうか。ああ、間違えた。間違えてんじゃん。やべ、めっちゃ速くなってるし。撃てないよ、なんで撃てないの？あ、撃てた。遅えよ。あー、逃げられた。もう、もうミスターチェングが逃げた。わかったよ。ミスターチェング。ロード？どっからだろう。移動はもう勘弁してくれよ。頼むぜ。ここで、また質問が来ましたね。ひどい意味だけどかっこいい英語って何ですか？シェッじゃないの。クソですな。それはね、アメリカでよく聞きますよ。シェッシットだっとシッ、クソクソなんとかみたいな聞くな、よく。俺は使わないけど。さあ、みんなも早速使ってみましょうって。おいおいおい、ダメだよ、使っちゃ。それはね、かっこいいけどマイナーなやつがありますかっていうコメントが来てますね。知らない。バスタードでいいんじゃないの。バスタード。とりあえず、よし、タイヤ壊したぜ。とりあえずもうてめえは逃げられない。タイヤを狙ってこう、タイヤをね。オッケー、やったね。ただ俺が気になるのはあの先端のやつだ。お、タイヤ来た。俺ちょっと上手くなってね。で、背景に早く逃げたな。タイヤを壊そう。ほら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 。ああ一発かよ。いきなり
トラックが襲ってきて引かれる100円もう一度やり直し。もう死ぬために歌歌っていくわ見てない時から前からトラック来やがって殺される俺。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、たたたたい、ちょっと待って、ロケラ持ってねえんだよな。失敗したな、買えばよかったな。ムーティー勝山さん、左からトラックが来て右に流す。あ、違ったっけよくわからん。俺も別にあの歌そんな聞いてるわけじゃないからよくわかんないな。ミスターチャング、てめえの運もこれで終わりだ。ムーディー勝山さんの歌がよくわかんない。右から左へ受け流す、こんな歌だったっけ知らねえな。はい、ミスターチャング、はいはい、ミスターチャングね、はいはいはい。後ろにいる敵もちょっとあれかな、こいつらがちょっと調子乗ってんな。あれだ、なんて歌だったっけ。ムーディーさんの歌誰か教えてくださいよ。トラックな、さっきな、運悪かったな。